はは、い、こんにちはロキです今回の話はですね成功者の唯一の共通点即断即決即報道についての話になります。 一言に成功者といってもいろいろな成功者がいますということですね例えば起業して成功している人音楽で成功している人投資で成功している人スポーツで成功している人芸術で成功している人芸能界で成功している人もっと成功している人の数で言うとたくさん方法があると思うんですよね一言に成功といっても分野は多岐にわたりますと。 数多くの成功者が必ず持っている共通の資質は決断力、まあ、捨てる力になりますということですねで。今目の前にいる人が成功するかどうかを判断する指標はその人が決断力があるかどうかを見れば明らかになりますと。とその人が現状どんな状況だったとしてもたとえ現状お金がなかったとしてもその人に決断力があれば 成功者と同じ資質を持っているということになりますということですね。まあ、成功者の共通してね、もう明らかにこれだろうっていう資質は、この決断力になるということです。まあ、即断即決即行動っていうね、ここにつながってくるんですけれども、これがもう絶対に不可欠ということになりますと。で人は最初に決断しないと行動することができませんと。 で成功のプロセスというのはまず決断ですねやると決めるとでやらないことを決めるということですでそれによって行動することができるようになるとでその行動した結果成功という結果を生み出す、まあ、これはもちろん失敗という、ね、結果も生まれるんですけど必ず成功するためにはどちらのプロセスも踏む必要があるということですねこの決断して行動するというのは必ず必要になってその結果、まあ、成功とか失敗という結果が出てくるということですね 逆に言えば、成功するための行動をし、行動するために決断をした、つまり何かを捨てる決断をしたということになりますということですね。例えば、レストランに行ってメニューを見たときに、スパゲティとカレー、どちらにしようか頭の中で迷っていたとしますよね。頭の中でどうしようかな、スパゲティ食べようかな、それともカレーにしようかなというふうに考えていたとしますよね。もし、このまま決断しなかったとしたらどうなるかというと、 まあどちらもオーダーができないということですよね。頭の中でずっと考えているだけで、口からカレーくださいとかスパゲッティくださいという行動、オーダーができないということです。まあ、つまり行動ができないということになりますと。で当然、オーダー、カッコ行動しないということは、料理が目の前に出てくるという結果を得ることはできません。まあ、これは当たり前ですよね。 頭の中でカレーがいいかな、スパゲティがいいかなってねずっと考えていたところで店員さんにすいませんって言ってねカレーくださいっていうかスパゲティをくださいっていう行動をしなければ目の前に自分が望んだ結果が出てくるということはまず絶対にありえないということですね、まあ、つまり、どちらを食べるか決断しなければ自分の思う結果を得ることはできないということになりますということですね。まあ、こここままではお分かりいいただけるかなと思いますでこれと思すれ同じように 人は何かの行動をしようとしたときに、決断しなければ行動ができないということになりますと、例えば、いつか起業しようとかね、お金が増えたら自己投資しようとか、お金持ちになったら豪華な料理を食べに行こうって、こんなふうに考えている間っていうのは、行動ができてないので、自分の望むような結果を得ることはできないということになりますということですね、この辺はさっきの例えをね、こちらに当ててもらえば、これ、分かっていただけるんじゃないかなと思います。 だからスパゲティを食べないっていう,ふうに決断したからカレーが食べれるわけですよね。スパゲティを食べないっていう,ふうに決めたからカレーライスをオーダーすることができるわけなんですよ。でまあ、こ,うこういう話をした時に自分はどっちも食べられますとかっていう人いると思うんですけど、まあこれは食べ物の話だったらそうなんですよね。食べ物だったらスパゲティもじゃあカレーも両方食べますってことはね中にはできる人がいると思います。まあ、大食いの人はででできると思うう、ね、うんんすすねまあ、こういう選択も可能なんですがただ 成功っていうことを考えたとき、ね、大前提に自分は何らかで成功したいということを大前提にした場合は2つを同時に選択してどっちも取ろうとするとどちらも中途半端になって成功することはできません、ね、これ別の動画でも撮りましたけど成功するために必要な要素っていうのは、えー、最低でも、ね、1万時間そのことに一点集中する時間を作るっていう風なあ動画を撮ったんですねで1万時間ってものすごい時間なんですよね うんまあ、計算してもらうと分かるんですけど、あの半端じゃない数字なんですよ、でその 1, 万時間、ね、1つのことに1万時間ですよ使わなければいけないのにそれを2つ使、えーね、同時に選択するっていうことは2つになるんで、まあ、2万時間使わなきゃいけないっていうことですね、実質不可能に近いんですよ、それを2つとも一点集中しますと、ちょっと言葉も矛盾していますよね、2つのことを一点集中しますなんかちょっと違うじゃないですか、言葉自体も矛盾していると。 だから一点集中するということはものすごく大事になってくるのでこの場合はスパゲティもカレーも両方取りたいというふうにやってしまうと、ね、成功することはまず難しいということなのでどちらか一つに決断をする必要があるということですね、どちらか一方を捨ててどちらかを選択するということをしなければ成功することはできないということになります、まあ、成功というか、ね、新しい結果を得ることはできないということです。 例えばですけど、独立起業して成功すると決断したのであれば、サラリーマンの方であれば会社を退職するという決断が必要だったりとか、無駄に遊ぶことをやめるという決断とかね、成功と関係ない人との時間を共有する時間をなくすという決断、成功と縁のない無駄な時間をなくすという決断、成功者にお金を払って成功法則を教えてもらうという決断ですよね。 さまざまな決断が必要になってくるということになりますで決断できないという人は行動力がないということになり現時点での行動力を見ていればその人が成功するかどうかっていうのは一目瞭然ということになりますということですね、まあ、あ僕の周りにも、ね、ものすごい行動力の人ってやっぱいるわけですよ、うん、あのこれやりたいと思ったらもうすぐに行動に移して実際にやり始めていると。 でもちろんそれが成功するかしないかというのは話はちょっと置いておいてです、ね、とにかく何でも、ね、自分がやりたいと思ったことに一回トライしてみると、である一定時間、一点集中して、まあ、結論が出たらあ、まあ、次のことをやるとかねっていうふうにやっている人がいるんですよねで、そういう人っていうのはやっぱり、あのー、見てても、ね、アグレッシブだし、やっぱりね、な、えー、らかの成果っていうのを残してるんですよ。 でそれと同時に失敗っていうのもしてるんですよね、うまくいかなかったっていう経験も当然してたりとか、まあ、あとは本当に苦しい時期を経験したりとかね、うんあの、そういう経験もあるんだけど、自分の行動力でもう全部カバーしてしまうっていう人結構いるんですよね、だけどやっぱり成功できない人っていうのを見ているとあのいつまでたっても、ね、行動を起こさない、うんまあ、一個行動したとしても、えー、次の行動がなかなか起こせないとかね。 成功するためには1回行動しただけじゃダメなんですよ、1回決断して1回やりましたじゃダメなんですね、ずっとそれを継続してやり続ける必要があるんですよ、それはいつまでかというと、成功するまでです、自分があこれが成功したっていうね、これが夢なんだっていうのを達成するまで繰り返さなきゃいけないんですね。 1>, うん、1回決断して1回行動しました、これじゃダメなんですよ、ずっとその連続でそれを成功するまでやり続ける、これが成功者の決断力になるので、えー、そういう人っていうのはあもう本当に成功しちゃうし、なんでかというと、成功するまで行動し続けるからですよね、だけど、えー、行動力がない人とかね、ね行動したけど1回で諦めてしまう人とかね、ね少し行動したら自分でもう行動したって満足しちゃう人っていうのは、1回行動したらもうその場でやめてしまって思考停止するとか。 うん、なかなかその先にまた行動するっていうことができないという人は、えー、こういうふうになかなか成功することができない、でそれは行動力を見ていれば大体わかりますと、うん、僕も大体わかるんですよね、あこの人、本当になんかすごい稼ぎそうだなって思うと本当に稼ぐんですよ、行動力がすごいあったりとか、やっぱり素直に、ね、言ってることを聞こうとする力があったりとか、あのやりますって言ったら、ね、本当にその,の次の日にはもうやっていると。うんで え僕が思った以上の、ねえー、行動をしていたりとかそういう人ってもう明らかに成長するわけですよね、うん、必然的になるべくして成功していくということになりますよねで逆に言えば行動力、決断力があって即断、即決、即行動できる人はもうなるべくして成功していくということになりますということですで即断、即決、即行動というのは自分がやろうとしていることを秒単位でパッパと決めてどんどん進んでいくということですよね まあ簡単なところでいうと、まあ、レストランでメニューを決めるときですよね、まあ、これ、すごい簡単な例ですけどね、うん、でもうこれ悩む人と即決める人に分かれるんですよ、もうずっとメニュー見て、ね、どうしようかな、ああしようかな、次のページどうしようかな、ああしようかな、戻ってどうしようかな、ああしようかなって,やって、ね、もうずっとメニューを見てなかなか決めない人っていますよね、片やもうメニューを決め開いた瞬間にじゃあこれって,言って決める人。うん、その もう速度が速ければ速いほどいいわけなんですけど、もうすぐ決めるという人に分かれるわけなんですよね、でこういう些細なことでも決断が速いかどうかというのは見れば分かりますということですねで、いつまでも悩み続けて決まらない人、メニューを見た瞬間にこれと即決める人、実は僕は上でした、いつまでも悩み続けて決めないという人間だったんですよね。 でえー、やっぱり決断力がある人からすると僕と、ね、一緒に食事に行くとやっぱりなんかねすごい煩わしいっていう感じを与えしてしまっていたらしくてそういう人に教えてもらったことなんですよ、うん、メニューを見たらもうすぐ決めた方がいいよって成功している人っていうのは即断即決する人が多いからね。 ここういういところから日々のね、えー、そういうい何かを決めるところから練習した方がいいよっていう風に教えてくれた人がいてで僕はそれを教えてもらってあじゃあ自分は成功したいから、まあ、こういうところからな学んでいこうということでやるかやらないかとかね、えー、買うか買わないかとかすぐ決めるっていうことなんですよ、よこれにするかしないかとかね何もすることが決断っていうことじゃなくてしないって決めることも決断なんですよ、よどっちもなんですよねどうしようか悩んでるっていうのが行動力がないっていう人なんですよね、決断しない人っていうことなんですよ。 うん、だからやるのかやらないのかもうはっきり決めてもうすぐに決めるということですよね、うんで、明らかに行動力、決断力に差がありますとで逆に言えば行動力、決断力を鍛える方法としてメニューを見たらすぐ決めるということをすると決断力を鍛えることもできますと、まあ、あと、着る服をすぐ決めるとかね、うん、もうクローゼットバッと開けたらもう今日はこれとこれとこれって決めるっていうそれも決断力ですよね。 うんまあ、今日、仕事どうしようかなって悩んでる日もあったらもうすぐに行動する、うん、今日どうしよう、出品しようかな、ね、仕入れしようかなって悩んでる日もあったらできることをもささっとやるっていうことですよね、そういうことをどん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 ん、ね、絶対思考してるんで頭の中でこれやろうかな、あ後回しにしようかなとか考えてるんで、もうそういうのを、ね、即やるってことなんですよ、即決めて、もう即やる、これをもう日々訓練していくと後回し、後回しっていうのはなくなってきますということですね。 で僕の知り合いの中に、まあ、自分はいつか起業するのが夢なんだって言っている人がいたんですよ。うんまあ、このね学生時代からの知り合いだったりするんですけどで彼は僕なんかよりも頭が良くて成績も優秀な方でしたと本当に僕より頭良かったです。勉強はできたしやっぱりね何か物事を決めたりとかあもう当時はね本当に、あのー、リーダーシップも発揮していて友達もたくさんいてね えー、結構みんなから慕われてるような感じだったんですよ、で僕はどっちかっていうと逆に奥手な方で、えー、友達もそんなに多くなかったし、えー、人と話すのも苦手だったんですよね、今はこうしてなんか偉そうに話してますけど、全然1、ねえー、人でこうやってべらべらしゃべることもできなかったんですよね、ふざけることは好きだったんですけど、なんかこう真面目な話もできないしみたいなね。 でも彼はどっちかというと、ねえー、本当に自分でいろいろ考えて行動する、まあ、その当時は本当に決断力とか、ね、行動力っていうのがあったはずなんですよ、うんでえー、学生時代を終えた頃から、まあ、その人は自分で独立起業するというふうにしたいんだってするとは言ってなかったかな、したいんだって言っていたんですが、まあ、20年以上経っているんですけど、まあ、今も同じことを言っていると、まあ、現状が変わっていないということですよね。 言っていることが変わってない、まあ、いつか自分は起業するしたいんだとかね。ってことを言っているということになりますということですね。で本当に頭もよくて成績もよくてもうかなり優等生だった彼は夢を叶えたいとうう思っていたんですがその一歩を踏み出すことすらできていないということになります、まあ、これは事実ですよね、うんまあ、本当にこれは、ねまあ、彼に直接言うことはできないですけど客観的に見たらやっぱり、ね、自分が夢を叶えたい、やりたいって思っているけども その最初の一歩すらも踏めてないということなんで、えーまあね、一歩踏み出しちゃえばいいのにってね僕なんかはどっちかっていうと、ねえー、本当にだめダ,ダメだったんであの独立企業っていうか、ねまあ、自分でやるしかないなって気づいたのも本当に人生のどん底に落ちたときに初めて気づいたんですよね、うんまあ、32歳でニートになってもう働くところもどうしようと。 えー、自分は、ねえー、ずっと美容師しかやってなくて、ね、次、ちゃんとしたところに働けるんだろうかっていうような状態で,でさらに、ねえー、自分に対する自信も全て失って、ねえー、何をするにもどうしたらいいのかわからないと、うん、貯金もほぼゼロに近い状態でどうしたらいいんだろうってなった時きに、まあ、自分でやるしかないっていう,ふうに踏み出せたわけなんで、うん、あの究極言ってしまうとそれぐらい追い込まれないと、ね、なかなか思えないのかもしれないですよね。 逆にこう成績も良くて、ね、優等生だったから、ある程度やっぱ地位っていうのを築けちゃうんですよね、まあ、会社に勤めてもある程度の地位までこう上がることができちゃうし、うん、だけれども、それとやっぱり自分で独立して起業するっていうことっていうのは全く別なわけですよね。うん、だから あのそっちのね今の現状がうまくいっている人ほど、やっぱりその現状、うまくいっていることっていうのは手放すことはできないし、そこから全く違う世界に飛び込むっていうのは相当な決断が必要だっていうことなんでしょうね、うんまあ、要するに成功に向けて決断ができていないということになりますとで、いつかやろう、こうなったらやろうっていうことでは、ほとんどの場合結、結局やらずに終わるということです、まあ、これがいい悪いっていうことを言っているんではなくて、事実ですよね。 いつかやろう、こうなったらやろうとうう思っているということは、あまあ、これいつかやろうというのは、いつか決まっていないということですよね、いつかやろうというのはその言葉の通りですよ、うん、何も決まっていないということですね、指標も何もなければ、いつかやろうだから、これは本当に叶うわけがないんですよ、でこうなったらやろうというのも、じゃあ、こうならなかったらやらないって自分に逆に言い聞かせているのと同じなんですね。 うん、こうなったらやろうっていう,ふうにう例えば自分がお金持ちになってお金に余裕ができてからやろうって思ったら、じゃあ、お金持ちじゃない自分はやらないって決めてるわけなんで、じゃあ現状を見てみたらどうなのって言ったら、自分はお金持ちじゃないわけ、まあ、そういう人もいると思いますけど、ほとんどの場合、ねえ、お金持ちじゃないわけですよね。ってことは、お金持ちじゃない自分はやる必要がないんだって無意識に言っちゃってるようなもんなんですよ、だからこれ面白いんですけど、こうなったらやろうって言ってるってことは、 現状の自分はやらなくていいんだよって言ってるのと同じなんですよね、これ、からくり分かりますかね、こうなったらやろうっていうのは、つまりこうなってない今の自分はやらなくていいっていうのを無いあの暗黙の了解で自分に無意識に言い聞かせてるのと同じなんですね、だからやらないって結果に終わるんですよ、ほとんどの場合が、これ裏付けがちゃんとあるんですね、だからほとんどの場合、結果やらずに終わるということになりますと。 で例えば、まあ、法人設立とか、ねえー、もう一通、まあ、というか、ね、手続きを、ね、もう本当に簡単な手続きを、えー、すれば、数日間でも法人設立ってできちゃうんですよね、うん、で株式会社だったら、本当に税率さんに頼みますとか代行してもらいますとかだったら、大体30万円ぐらいあれば作れちゃうんですよ、会社設立自体はできちゃうんですよね。うん、でもううちょっとと、ね、初期費を抑えたい,ということであれば 別に合同会社ででもいいんですよね合同会社だったら大体15万ぐらいあれば税理士さんに頼んでも作れちゃいます、うんまあ、それぐらい簡単になってきてるわけなんですよね、うん、なのでなんか会,社を作る、ね、会社を作るっていうことが、ね、まず、えー、独立企業に一歩近づくってことじゃないですか自分の会社を持つってことだから起業したってことですよね、うん、それをやりたいんだったらまずこういう形を作っちゃうとかねっていうのも全然ありですよね で会社作っちゃったから自分で企業しあの何か事業をやらなきゃいけないって後とで、ねえー、やらなきゃいけないになるわけですよね、ただこ,れをこの一歩を踏み出さないってことはじゃいつまでたってもやらないっていう理由を作っているようなもんなんでもし一歩踏み出せないんだったら最初にも会社作ってみちゃうといいですよね、うん、会社作っちゃったらもう会社作ったんだから何かやらなきゃなって絶対なりますよね、<laughs> うん、だからどん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 ん自分に言い訳を言わせないような状況っていうのをできるところからどんどん始めちゃうんですよね。 うん、で本当に会社設立すること自体は誰でも本当に簡単にできますとで、その簡単にできることすらもやろうとしてないということですね、まあ、つまり決断できていない、ただそれだけのことですと、もちろん借金してやってくださいとは僕は言いませんよ、この企用がね、えーまあ、例えば今現在も借金してますと、50万、100万、200万借金してますと、こ,んなこ,このお金に余裕がないですと、ね、そういう方はやめてください。借金は、まあ、僕は僕前の 違うう動画ででもも撮りましたけど絶対良くないですもうネガティブな感情しか生まれないんで、ね、本当の借金っていうのは絶対に自分にいい影響を与えないんですね、必ずそのネガティブな感情に自分がやられていきます、侵食していきますから、あの自分のお金に余裕が,余裕があるというか、ね、別にこの金額を払っても、ね、全然生活に支障はありませんとか、借金がありませんという人であればもう作っちゃった方がいいと思います。 うん、ただし、借金がある人だったらまず借金をゼロにすることを考えてくださいとそっちの方が先決ですってことですね。うん、なのでそこは勘違いしないでくださいねということですねでつまり決断できていないっていうことですとで勉強する知識を入れる情報を集めるってこれ皆さんやってると思うんですよ、ね、だけどこれらをやっていれば日々成長しているような錯覚を起こしてしまうんですけど仮に起業して成功したいのであれば すぐ会社を作ってしまって実際に自分でビジネスを始めてしまった方があれこれ情報を入れるよりも圧倒的に早いということですね、うんまあ、違う動画でも話しましたけどどんなに、ね、経営学を、経済学を勉強しようが、ね、何らかの知識を入れようが、ね、例えば稼ぐノウハウとかを頭に入れようが、ね、実際にやらないと意味がないんですよ。実際に自分でで取りり組んでみるとといいうことをしない限り 何にも変わらないんですね結果的には頭の中でずっと妄想しているだけで終了するということなんですよねで一見、考えていると自分の人生が進んでいるような気がするんですけどこれ幻想ですということですねでなぜなら3年考えようが10年考えようが実際にやらなければ結果が出ないからですということですねどんなに考えに時間を使っても起業して成功する確率っていうのは絶対上がらないです で失敗する確率を下げることもできないんですね、頭の中で妄想しているだけで、この成功確率が上がれば、もう10年考えますよね、5年でも10年でも考えて、それでね、自分が成功する確率が増えますっていうんだったら、もうその本当にね、盤、え、石、ー、な体制を作ってから、頭でしっかり考えてから起業するということを進めますけど、現実はそうじゃないわけですよ、どんなに頭で考えようが、どんなにね、えー、妄想しようが。 実際やってみたらその妄想とは全くかけ離れたことが起こるわけですよねどんなに野球のガイドブックを見て、ね、野球のルールを勉強して知り尽くしたとしても実際にバッターボックスに立ったら球が打てないわけですよ実際に素振りをしたりとか実際に人が投げている球を打つ練習しなかったら、ね、打率って上がらないですよね野球のルールを勉強すれば打率が上がりますなんて話聞いたことないじゃないですかそれと全く同じなんですよね うん、だから実際にやる必要があるってことです、どん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 んやっていく必要があるんですよね、でまあ、考えただけで失敗する確率を下げることも絶対できないってことですよね、うん、もう本当に野球のルールを見たから三振する確率を下げるっていうことはできないわけですよ、もうこれ実践して実際素振りしたりとか、もうやること,と一緒ですよね、素振りしたり、実際に球を打つ練習しなかったら、ね、三振をする確率を下げることはできないってことなんですよね、だったらやりましょうってことなんですよ、早めにやったほうがいいです。 なぜなら時間には制約があるから、いつも僕は言ってますよね、人生の時間には限りがあるんですよ、ね。普段生きてると、まあ、当たり前のように命があるっていう風に感じちゃうんですよね、でだって空気って酸素ってね、えー、意識してないじゃないですか、酸素のありがたさとかって普段感じてないですよね、酸素を一生懸命吸って、一生懸命吐いてる人っていないと思うんですよ、それはなんでかっていうと当たり前のようにあるからですよね。 で僕たちの時間というのも一見当たり前のようにあるように感じちゃうんですよ、なぜなら昨日と同じ今日がやってくるから、で今日よりも今日と同じ明日がなんとなくやってきてしまうから、時間がいつまでも続くという錯覚を起こしているんですけど、例えば体を壊したりとか、ね、えーまあ、本当に年老いてもう命がそろそろ危ないという危険性が来たときに初めてそれを実感するんですね。 でもそれからじゃ遅いんですよ、何かを成し遂げていこうとうう思ったときには、この時間の制約っていうのを限りなく意識する必要があるんですよね、だから何かをやって成功したいと思っているのであれば、前倒し、前倒しで考えていって、時間には制約がありますと、ね、その制約のある時間をいかに、ね、自分の成功するビジネスに実際に決断して行動していくという、ね、これは考えてるだけじゃダメなんですよ、ね、逆算して考えますじゃ意味ないです。 逆算して何も始めませんじゃ意味ないです逆算して実際にやるっていう決断をするやらないということを決めるってことです、うん、つまり実際にやってみないと何も始まらないということですとで成功するためにはまず決断し実際に行動してみる行動した結果失敗したからそこで初めて考えればいい要するに考えるっていうのは一旦立ち止まってその物事について、えー 何かを考えるってことですよねどうすればいいか考えるってことじゃないですか、どうすればいいか脳みそを使うってことですよね、うんで、法則としては動いてから結果を見て考えるんですよね、最初にまあ,ある程度多少考えることは必要ですよ、何も考えずに、ね、例えばじゃあ,、まあ、例えあんまり良くないですけど、戦争に行くときに、ね、竹槍を持って何も考えずに行く、家にあった、ねえーまあ、フライパンを持って、ね、何も考えずに行く、これはだめですよ。ある程度考考ええまますすよそれは作戦は考えますと でも作戦だけ考えて実際にじゃあ戦いに行かなかったら相手に攻められて負けちゃうわけですよねだからその比率があまりにも考えに比重が置きすぎなんですよ行動するっていうことに比重を置かなさすぎてるからダメですよってことを言ってるわけですよね、うん、でみんな失敗を恐れて何もしないというスパイラルに陥ってますが失敗を恐れて何もしないのであれば成功を夢見ない方がまだ幸せですこれちょっとね、深い。 言葉なんですけどなぜかっていうと、ね、失敗を恐れて何もしないんだったら結果はずっと変わらないからなんですねで結果がずっと変わらないんだったらそのこと自体考えない方がいいですよねだって考えるだけ無駄じゃないですか他のことを考えた方がまだ時間を有効に使うことができるわけですよねだって人間が一番苦しいっていうのはこうなりたいなーって頭で思ってるのにそうなれない時ですよね その時に認知不協和が起きるわけですよ。自分はこうしたいって思っているのに慣れない現実がある、ギャップがある、ここで苦しむわけですよね。ずっとここで苦しみ続けるってことなんですよね。だったら違うことを考えた方がいいですよねという話なんですよ。うん、だ成功したい、自分がやりたいって思っていることが頭にあるのにもかかわらず、ね、そのことを始めないんだったら、始めるならまだわかります。ね、決断して行動するんだったら全然 OK なんですよ。だけど、ずっと頭の中でとどめているんだったら、 そもそもそれ考えない方がましですよねだって考えてる時間ってすごい辛いじゃないですかですよね慣れない自分行動できない自分を責めますよねその時間ってそれが1年2年10年20年って経っていけば経っていくほど悲観的になっていくんですよなぜなら自分行動できてないから行動できてない自分をどんどん責め出しますからねだったらそのこと自体もう考えない、まあ、諦めてもいいしやらないってきそれも決断ですよねやらないっていうふうに決めて別のことをやる 成功は別にいいと成功しないで自分の現状で本当に幸せになることを、ね、やるんだでもいいですよね別に成功が全てじゃないですから、うん、現状でめちゃくちゃ満足するっていう精神性を追求するこれでもいいじゃないですかこれは別にできるんですよ精神性の追求っていうのをやっていけばね、うん、ただし現状を変えるってことはできないってことです現状を大幅に変えたりとか、ね、自分の夢実現とか願望実現とはもう縁がないってことですよね 今の現状に満足して、今の現状で全て幸せになりますっていうのは、イコール自分の変化をもうやめるってことです、進化することを止めるってことですから、イコール現状にずっと維持されるってことなんですよね、周りにいる人間関係も一生変わらない、ほとんど変わらないと、うん、金銭状態もほとんど変わらない、むしろ逆におそらく衰退していくと思います、うんまあ、その状態でもでも幸せにいられるっていう精神性を追求するって決めたんだったら、それも受け入れるってことですよね。 で何かを成し遂げたいんだったらまず決断して行動する、これからなんですよで決断して行動できないならば何かを成し遂げたいと思うことは苦痛でしかない、もうこれはさっきの説明と同じですねで人は体験からしか学ぶことができませんと体験を通して本当の学びを得ることができますとで頭で考えたり勉強したり情報収集しているだけでは本当の学びを得ることはできませんということです。 でなぜ頭で考えたり勉強していれば自分が成長していると錯覚しちゃうのかってことですよね頭で考えたり情報を集めたりとか勉強していたらなんとなく自分いけてるな成長してるなっていうふうに錯覚しちゃう理由って明確にあるんですよでそれはなぜかっていうと学校教育の名残ですよねでそこから抜け出すことができてないからなんですどういうことかっていうと学校教育での成功っていうのは唯一絶対の答えがある勉強をしていましたよね 学校教育というのは必ず1たす1は2、はい、丸です、1たす1は3、はい、不正解ですというふうに必ず正解、不正解という明確な答えがある勉強をしていましたよね、国語、算数、理科、社会とってもそうだし、全ての全教科において唯一絶対これが答えですという答えが用意されていて、そこに自分たちが全て、ね、勉強して合わせていくという教育を受けてたんですよ、つまり答えのある勉強をやってたんですよね。 ただ、現実問題、ねそれは学生までの話なんですね、学校生活が終わって社会人になってからの成功っていうのは唯一絶対の答えっていうのは絶対ないわけですよ、なぜならその人その人によって環境も違うし、ね状況も違うし、考え方も違うし、全て違うわけですね、その人その人の成功の尺度も変わってくるわけですよ、今までの成功っていうのは1たす1が2が正解、これが正解、成功だったわけですよ、みんな共通してますよね、この成功は。 だけど社会人になってからの成功っていうのはもう多様化するわけですよね、1たす1が2っていう人もいれば1たす 2, 2が3っていう人もいるし、ね、いろんな正解っていうのが見えてくるわけなんですよ、答えがないんですよね、うん、こ唯一絶対これが答えですっていう答えがないんですよ。っていうことはどういうことかっていうと自分の成功を見つけるためには自分自身の体験で正解を見つけていくしかもう方法ないんですよね。 ここのズレをまず理解するってことなんですよ、ね、自分はどっちなのかなって、どっちタイプなのかなって考えたときに、明らかに正解を求めてしまってる要は正解を求めてる人っていうのは頭で考えたりとか、勉強したりとか、知識を集めるってことがすごい好きなんですよね、そうすると、なんか唯一絶対の答えが見つかるって勘違いしてるからなんですよね、うん、もちろんそういうことも、ね、それがダメだって言ってるわけじゃなくて、成功したいんだったら。 成功したいんだったらこればっかりやってても意味がないってことを言ってるんですねうん逆に言うとこれやるより行動しちゃう人の方が成功しちゃいます、うん、頭でずっと考えたり勉強したりとか情報収集して何もしない人っていうのは絶対成功できないんですけどだって行動してないからだけどこういうことをしないで行動だけする人の方がまだ成功するんですよねそれぐらい行動っていうのはめちゃくちゃ重要なんですよでその正解っていうかねそれは自分自身の体験で 見つけていいくしかありませんということですでこの違いに気づいていないから頭で考えたり勉強していれば自分が成長しているという錯覚に陥ってしまうと決断して行動できない理由は失敗を恐れているからですよねとこれちょっとね、えーまあ、僕もそうですけど胸に手を当てて聞いてみたらそうなんでわかるんですけど決断して行動できないときって必ず失敗を恐れてるんですよねあ何かやりたいなあでも失敗するかもしれないって必ず何かやりたい のところに失敗するかもしれないという考えがワンセットになってるはずなんですよそれが怖いって思ってるんですよねでも、えー、失敗を恐れるということは唯一絶対に成功する,する方法を探しているということなんですよね要は失敗したくないってことはそのことえー、そのことの裏返しっていうのは絶対に成功したいって思ってることじゃないですかですよね失敗したくないでも成功はしたいわけですよ失敗を 度返しししてててて失敗を無視して絶対に成功したいいいって思ってることじゃなでですかでよくく考えてくださいね唯一絶対に成功する方法なんてこのように存在しないんですね、ねそれは学校生活までです、学校教育の中であればそれは通用したんですけど、社会人になってからね唯一これだけをやっていれば100%成功しますっていう方法なんて存在しないですよね、絶対ないんですよ、そんな方法って。まあ エッセンスはありますよこういうことをやったほうがいいっていうねエッセンスはありますだけどそれをやったからみんなが100人が100人同じ結果が出るっていうことは絶対にないってことなんですねだから絶対に不可能なことを頭でずっと考えてる状態っていうことになるんですよねで成功者っていうのはそのことをよく理解していますと、まあ、頭でこうやって理論的に分かってる人もいればあなんとなく感覚的に分かってる人もいるでしょうけど分かってるんですよ成功者っていうのはねこれをね だから頭で考えるんじゃなくてやると決めたら即断、即決、即行動しますということになるわけですね、そもそも失敗を恐れていたら何もできないということに気づいているし、体験を通してしか成功を得ることができないというのは肌で分かっているから、だから時間も限られているし、人生の時間は、ね、一生続くとううは限らないから、失敗を恐れずに即断、即決、即行動するわけですよね、この繰り返しなんですよ、即断、即決、即行動しました、はい、失敗しました、そしたら考えます。 はい、でまた即断即決、即行動しました、はい、成功しました、これはなんでかというのを考えます、この繰り返しなんですよ、それを自分が思っている目標とか成功の場所に行くまで繰り返し続けるということなんですね、でそしてその結果、成功して学び、失敗して学んでいき、自分の中に自分なりの成功哲学を作り上げていくと、要は自分なりの成功パターン、これが正解なわけじゃないですか、自分なりに経験してね、自分なりに体感して、ね、あ、このやり方が合っていた、ね、いろいろ考えて、 あ自分の中でこういうふうにやるとうまくいくんだなこういうときってうまくいかないんだなっていうのが作り上げられていくわけですよね、それが自分の中での唯一の答えになっていくわけですよ、まあ、もちろんそのエッセンスを人から教わるってこともできるんですけどそれは人から教わった時点で知識とか情報なんですね、それを得ただけで自分で実践しなかったら意味がないってことです。 知識と情報というのは得ることはできるけど実際に得た知識と情報を自分で実際に行動に移さなかったら自分の中での行動哲学、成功哲学っていうのを作り上げることはできないということですねだから失敗を恐れていては決断できないとで決断できないということは行動ができないとで行動できないということは結果は変わらないということですねだから成功したいんであれば成し遂げたいことがあるんだったら 失敗をまず恐れないってことですね、もう失敗して当たり前だと思うってことです、失敗なんかもしても当たり前、っていうか失敗なんてもうあって当たり前だし、てか失敗とも思わないってことですね、うまくいかなかったってだけですよね、失敗って言葉を使うとなんか、ね、すごいネガティブなんですけど、うまくいかなかっただけ、自分の思い通りにいかなかった、まあ、正確に言うとこうですね、自分の思った通りにいかなかったってことなんですよ、失敗とかって、まあ、思っちゃうからすごいなんか固定的な観念にとらわれるんですけど、 自分が思ったようにはいかなかったわけですよね、うん、だからそれを恐れないんですよだって当たり前ですよね自分が思った通りに全てが世の中がね、えー、回りますなんてオカルトですからねそれこそうまくいかないことだらけなわけですよそれを受け止めてでも前に進んでいくっていう勇気を持たなかったら新しい結果とか起こせないってことですよね学校教育のような唯一絶対に成功する方法探しをやめるとまずはねで 自分がやりたいと思ったことに対して即断即決、即行動して成功と失敗を繰り返しながら実体験で学ぶしかありませんとで成功者は失敗を恐れずに行動しますで成功者は行動しない自分を恐れています自分がやりたいと思ったことはすぐにやるし素直になりますとで自分がやりたいと思ったことはすぐ始めます、まあ、即断即決、即行動しますということですね。 今回の話っていうのは、まあ、こんなふうに成功者と同じような決断を実践し始めた瞬間からあなたの人生は変わり始めますという話でした、はいまあ、今回はこれでお話を終わりにしたいと思いますもし今回の話がです、ね、あなたの何かのためになったということであればぜひグッドボタンを押して応援していただけると幸いですチャンネル登録いただきますと新着動画漏れなく見ていただきますのでぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします もし個人的にやり取りしたいということであれば、動画の下にですね、メルマガ登録 URL がありますので、そちらに登録してもらって、メッセージいただけたら返信させていただきますので、ぜひそちらの登録もよろしくお願いししままます。ははい、いいそれでで最後までお聞きいただきたた。ありがとうございました感謝いたします。